そこのスライムキラキラしておいしそう。あいつにしよて料理の時間姿見て、助けてくれてありがとう。あの報道団たち、そこのスイートフラワーをいじるついでに俺にまで暴力を振るってきて。楽勝楽勝、そんなに感謝しなくてもいいからな。わかってる、ちゃんとお礼は用意するよ。いいえ、君のおかげで助かったんだから。俺はリーユエコー明星祭の供給業者モータンだ。普段は山で骨董を探してるんだが、まさか宝刀団と同じ遺跡を見つけるとは。ふっかり奴らに閉じ込められてしまった。恩人様、何か必要なものは？骨董、貴重品、俺が持ってるものなら何でも。またあるものを探してるんだ。おや、どういうものを？プレゼント用の箱はないか？綺麗なやつ。お菓子を入れるんだ。もちろんさ、骨董業者たるもの箱は必需品だろ。明星祭には七国でも一流のギフト箱があるよ。店主には俺から言っとく。時間があるときに店に取りに来ればいいさ。よかった、アイシングスライムの箱はこれで解決だな。聞いたわ。彼を助けてくれてありがとう。うちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの。彼に何かあったら私の商売もおしまいだわ。さ、この箱自体が骨董品でね、140年以上の歴史があるわ。綺麗にしておいたから、これでいいかしら。おー、
るものがあったら借りたいんだけど。ええ、品物は棚にあるからどうぞ。旅人、この大きい銅管すごそうだよな。これをボール代わりにしてかき混ぜたらきっと美味しいお菓子が作れるぞ。できた、唯一無二のアイシングスライム。ゆっくりと箱に入れて粉砂糖をかけて。ここに摘みたての花があるわ、一緒にどうかしら。やった、完璧だ。よし、オイラたちの栄光と富を箱に入れたぞ。行幸に会いに軍玉閣へ行こうぜ。別っ、戻れ。白日の天を仰げば雲が。に言われた通りだと確か。こんにちは、月は売ってる？はい、数はどうします？それは言えない。正解です。ここからどうぞ。お二人は行幸様が本日招待したお客様ですね。その通り。けど今のは客人の暗号ではなく幽変限定の暗号。待ってたわ、絶雲の間から帰った人。私に？どうも。招待したのは私なのに、かえって迷惑だったかしら。そんなことないぞ。ひひひ。気に入ってもらえて嬉しいわ。この宮殿の位置は全ての山よりも高く、ここからリーユエコーの全貌を見ることができるわ。商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた。天柱院になった後、凄腕の職人たちに依頼して増築を続け、最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も今やリーユエ上空の月を覆い隠すほどになった。そしていつか七国を覆うことになると私は信じてるわ。軍玉閣に登れる客人はそう多くない。セピュロス騎士団の代理団長は手紙の中であなたを褒めてたわ。だからあなたがリーユエに着いた日から私はあなたを探した。何？そしてあなたたちが防御旅館に着いた時にあなたたちの動向を把握した。まさかオーナーって七星の部下なのか？違うわ、防御旅館の者全員私たちの部下よ。ブイブイ。奇襲機のところで。そうよね、ずっと上で見てたのか。こんな距離から盗み見はできないわ。地獄の働きよ。あなたたちに興味がある、関心を持つのも当然よ。ええ、
仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのもわかる。今回は誤解を解くために招待したの。魔人戦争は聞いたことあるわね。かつて魔人が数多といて長い戦争があった。たくさんの血が流れ2000年前に戦争は終わった。テイワット大陸に残った7人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り、七神の時代が始まった。古雲閣は見えるかしら。あれは自然にできた景観ではなく、帝君が戦時中に投げた岩の槍よ。岩の槍の下には七神の座を手に入れられなかったかつての魔人が封印されてる。魔人だけでなく俗世の七七星も死ぬことはあるわ。帝君の逝去はリーウェにとって想像できないけど、テイワットの七神は崩れない。次の元神が現れるけれど、帝君のことは忘れないわ。その時リーウェの人々と仙人の関係はきっと昔とは違うでしょう。新たな時代でもリーウェ七世は帝君の民よ。帝君に歯向かうなんてするわけないでしょ。あの日のこと、あまりにも突然で対応しようがなかった。その場にいたならわかるわよね。七星の敵はとうにリーウェ港にいる。厄介なことになる前に行動しないと。だから私は先祖の亡骸を隠して敵の行動に牽制を仕掛けたの。その敵って誰のこと？さあどう思う？なぞなぞでもしてるのか？正解よ。外の景色は綺麗だけど、高い場所にいるとやはり風が強いわ。さあ二人とも中へどうぞ。